どうも皆さんこんにちは、サロンパスことハローです。さあ今回やっていきますのはイベントクエストですね。せっかくちょっとイベントクエストが出てるので、まあ、そちらの方を遊んでいきたいなと思って、今回はそちらの方、解説、実況解説しようと思ったんですよ。今回行くのこの、ティガレックス亜種、ハテン対合と呼ぶんですか、ハテン対合というこのクエストなんですが、まあ、素材とマスターランクアップしやすいということで、もともとティガレックス亜種に関しては解説しようと思ってはいたんですよ。ただまあやっていくうちに、そこまで解説するほどでもないなと思って動画にはしてなかったんですよね。ただたまたまこういう風な形で、イベントクエストが出てきてくれたので、こちらで、軽く戦っていくぐらいでちょうどいいのかなと思って、今回はそういう動画にしたいと思います。なので、解説、丁寧っていうわけではないんですが、いつものような形で、ちょっとこんな風な形で戦うといいですよぐらいな形で、見てもらえればいいかなと思います。でティガレックス亜種に関しては、方向が、強いっちゃ強いじゃないですか。でガード性能5でも、結構方向の、反動がでかいんですけど、頭を壊してしまえば実はそうでもないんですよね。頭を壊してしまえばだいぶ緩和できて、ガード性能3でも戦えちゃうんです。なのでそんな感じで作った装備の紹介ですね。まずは、武器、今回は水属性が弱点なのでヒドロスウーラを使ってます。カスタム回復は、カスタムはこんな感じ。属性強化については別につけなくても、無理しない程度でいいと思います。カスタム回復があれば十分かなと思います。回心率もヒドロスウーラー最初からね高いので、でスキルの方はこんな感じ。ガード性能3を搭載した、火力特化の装備ですね。今回は挑戦者を、ふんだんに使っていきますので、怒らせます。怒らせた状態で戦っていくことを意識していく形になりますね。怒っててもそんなにティガレックスに関しては強く感じないので、装飾品の方はこちら。ちょっと、難易度が高いかもしれませんね。鉄壁術2だったり、酒税2だったり、ここら辺があるんですけれども、別にここまで無理して作る必要もないので、自分でできる範囲のことで、あくまでもガード性能3あれば全然戦える相手なので、で、ティガレックス亜種、ティガレックスに関してもですけど、頭の V 破壊に関してはそこまで時間がかからないんですよね。ブラキディオスみたいに。耐久率がそこまで高くないので、比較的早く、倒すことができます。腕とかも柔らかいのでね、結構ティガレックスは優しいモンスターのうちの一人なのかなと思います。今回こうやってイベントクエストに出ちゃうと、地帯レベルとか上げることにそんなにメリットを感じないんですが、早速やっていきましょう。さあ、ここからは実況が変わりまして、私、M 橋が、務めさせていただきます。今回は逃げ出したイギーを捕獲しろという、クエスト名ですね。なので、今回は遊びつつ、散歩がてら、体温を温めつつ、飼っていく、そんなクエスト内容になっています。まずは吠えていきますね。まずは石をセットして、で、せっかくなので遊び道具を設置しておきましょう。せっかくなのでこのね、熱いところで、落とし穴を設置していくと。さあ、ここで、ティガレックス。いつもだったら温厚な彼なのですが、あまりにも遊び道具の設置の異常さに気づいて方向を仕掛ける。さぞかし喜んでいることなのでしょう。せっかくなので体温を温めておきましょうか。必ずなのは3回。3回必ず踏ん回すこと。そして必ず壁当てをバチコリ決めていくと。さあ、ここまでがテンプレ。そして必ず次のテンプレは来て2回ついて張り付きます。そしてお化粧直しをしていく。ね、顔が汚いので、ね、ちゃんとお化粧してあげましょう。そうすることで酒税からの3突き目で必ずスタント。ここまでが綺麗な流れ、最初に突くのが覚えておきましょうね。さあ、ここまで説明が終わりました。あんまり説明することはもともとティガレックス亜種にはないのですが、今回はイギーですのでイギーと遊んでいきましょう。この方向ももう頭を壊してあるので怖がることはありません。ガード性の3ですが、ここまで快適にクエストを行うことができます。さあさあさあ、そろそろで2回目のスタンを狙いたいところですけれども、さあ難しい、2回目のスタンはシビアです。なのでそろそろ遊び道具を使っていきたいところでありますが、その前に念のためお化粧直しをバッチリ決めていく。
では遊び道具まで誘導していきましょう。彼の大好きな、落とし穴、ま、穴を掘りたいですからね。さあ来て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 、素晴らしい。さあ彼もさぞかし喜んでいることでしょう。こんなに地面を這いつくばるような格好をしちゃって、ああ嬉しさのあまり失神してしまいました。追い打ちをかけていきます。さあ抜け出して、さあそろそろ怒り状態が治りそうな気がするが、初めに言っておきます、私は今回この怒り状態が治る瞬間を見逃してしまいました。皆さんは必ず怒り状態を維持しながら戦うようにしていきましょう。さあ必ずここで衣装替え、そして更新と。さあ綺麗な顔になりましたね。さあまたこれに食らっていく。今回一発目の被弾ですね。今回これにしか、失礼いたしました。ここでキングクリムゾンが発動してしまいました。大変申し訳ございません。さあここでえげつないダメージを食らっています。皆さんは必ず飛躍を飲んで万全な体力で臨むようにしましょう。腕も柔らかい、素晴らしいですね。実に戦いやすい。さあ怒り状態が治っていますね。ですが気づけていません。バッチリ決めていく。最近コントローラーの調子が悪くてですね、スティックが必ず、左に傾いてしまうんですよ、何もしていないのに。なのでそれで、酔ってしまう方がいると思いますが、大変申し訳ございません。回避、そして回避、楽しいですね。さあひるんでいる、おっとここで来たのはブラキディオスことディオ様が、ここで遊びに来てしくれました。ここで遊んでいる間に私は次の遊び場へ移動していきましょう。さあ次のコース、ステージはナイススティックが2本あるこちらの素晴らしいステージですね。こちらで遊んでいくことにしましょう。せっかくなので、ナイススティックの上下でね遊びたいので、こちらの下の方に、遊び道具を設置して待つことにしましょう。高確率でね、彼はここに来てくれるはずです。そう私は信じています。ですが来たのはブラキディオス。内心かなりビビりました。声を出してビビってはいますが、そこは過去の私。さあ使ってくれない。さあ焦りのあまり彼のマーキングした唾液に体を踏み込んで、それはもう焦りまくっていますが、落ち着いて対処していきましょう。さあどこへ行こうというのかね。さあ第2ラウンドですね。ここに逃げるのならば最初から行ってほしかった。さあディオ様は、ディオ様はいない。なので、ナイススティックを彼の脳天にバッチリ当てられない。チラシプレイですね。なかなか遊びがいのある。さあ傷もつけていきたい。これでしっかり頭にいく。こういうダメージもね致し方ないですよね。さあここで2回目の、キングクリムゾンが発動してしまいました。誠に申し訳ございません。さあこれは判定が 2回あるのでね気をつけましょう。さあいい位置取りですねここは。さあせっかくなので、おっと必殺技が来てしまう。さあせっかくなのでバッチリ、あれあれ邪魔が素晴らしい。ナイススティックをこのイギーは嫌っているみたいですね。おっともしかしてここは、さあ因縁の鳥野郎ことペットショップ先輩が遊びに来てくれました。彼門番なのになんでここにいるでしょう。もしかしたらこの近くにディオ様の館があるのかもしれません。さあ一応邪魔するのはやぶさかではありますが、ちょっとここら辺で閃光玉をセットして、さあ一回仲裁に入りましょうね。パッチリ目くらまし、可愛いですね。さあそろそろ帰りましょうね。遊んでもらったことだし、これでこのクエストを終わりにしましょう。さあクエストの、タイムは6分35秒。まあそこまで早いわけではありませんが、まあいいとしましょう。
さあ、せっかくナイススティックが残ってしまいました。せっかくなのでこのペットショップ先輩にもバッチリ当てていく。うん、満足。さあ、今回はこんな形の動画になりました。最後まで見てくださった方々ありがとうございます。イビルジョー頑張りますので、また次回お会いしましょう。またね。